秘境がね、ブルーマウンテンの中にある秘境がこうしてね、いろいろ載ってるんですよね。で、これね、普通は行くことがほとんどできないような場所を、詳しく載せてくれてる本なんです。往復でね、1.3キロ。この難しさもね、ミディアム。まあ、そんなようなところで、こう、なかなか映えるようなところなんですけど、こちら行ってきてみようと思います。あとね、気になるのはこちらですね。こちらも雰囲気がよく。で、こちらもミディアム、中級レベル。往復で 1.1 キロ。比較的楽そうなんで、こちらも行ってこようと思ってます。この場所はいいんですけど、人が多すぎますね。こうしてみんな順番待って写真を撮って行きます。入ります。いつも綺麗だよね。一人で来てる人いらない。俺みたいに。さあ途中になっちゃったけど。今回も測っていきましょう。ストップウォッチで。無事帰ってきました。疲れた。たった1キロぐらいだったけどね、高低差が100メーターぐらいあるせいか疲れた。時間は、途中だったけど大体10-20分ぐらいで帰ってこれるみたいですね。もうここはやばいところですね。来る時もやばかったけど、景色もやばいですね。